シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにち は、シネマサロンです。本日は、今週末公開映画12月25日公開作品について語りながら、はい、今週収録の、シネマサロン作品を決めていきたいというふうに思っております。それでは例の通り竹内さんいかがでしょうか。今週は丸が4本、三角が2本。丸か、そうか、二重丸はない、ね、二重丸はない、はい、で丸の一番見たいのは、はい、エッシャー通りの赤いポスト。お、まあ、今年ニコラス・ケイジと一緒にね、はい、新作を送り出したそのショーン監督が、はい、まあ、原点に戻って自主映画時代のような作品を、はい、まあ、自らのワークショップで参加した人たちと一緒に作って、はいはい、まあ、いわゆるその組と言われている役者さんと、はい、ワークショップに応募してきた役者さんと、はい、一緒に作った、まあ、自主映画ですね。そうですね。なんか予告編見る限りでもちょっと元々のそのさんっぽい感じしますね、うん、わちゃわちゃした自主映画みたいな感じでね、はいはいはい、しかもこれユーロスペースしかやってない。そうなんですよ、うん、だから佐藤さんは見にくいですね。そうなんです。だから地方はねちょっと順次公開になってるんで、うんうん、ちょっとただしょうがないな。ユーロスペースは1日3回回しなん で、ね、まあ見られなくはないですよね。はい、2つ目の丸、はい、まあ、キングスマンファーストエージェント、はい、まあ、これ三角でも別にいいんだけど、はい、まあ今まで2本一応キングスマン見たんで、あとマシュー・ボーンっていうね監督も一応見続けてますんで、はい、まあ、マシュー・ボーンに監督によるシリーズ3作目ですね、はい、にして多分これいわゆるなんていうの、あの原点っていうか、うん、なぜキングスマンが生まれたかみたいな、リブート、はい、いわゆるリブートってやつですね、はいはいはい、ただやっぱキャストは相変わらずすごくて、うん、レイフ・ファインズ、ジェマ・アタートン、うん、リズ・イヴァンズ、うん、マッシュ・グード、ダニエル・グリュール、ジャイモン・フンス、チャールズ・ダンス、それに新人のハリス・ディッキンスが出るということで、はい、まあ、相変わらずやっぱりね、あのオールスターキャストで見てみたいなと思います、ね、まあ、シリーズが、まあ、相当売り上げも上がってるんでしょうね多分ね、うん、でいつの間にかこれ最初角川がやってたけど、これ確か今回メジャーだよね、はい、まあ、よくあるパターンですね。よくあるパターン、はい、インディーで当たったらメジャーがガバッと持ってっちゃうっていうね、まあ、っていうか多分メジャーももともとこれやってたんだろうけど、あの売り上げセールスがインディーだったんだと思うんですよね、はい、それから丸が2本いっぺんに話しますけど、今週まあ、歴史上のですね、はい、映画史上名高い巨匠ね、はい、カール・テオドル・ドレイエルの、はい、レトロスペクティブがあるんですけど、はい、そのうち2本が初公開なんですよ、ね、はい、なるほど。でその1本が怒りの日、はい、これは1943年のデンマーク映画でモノクロスタンダード1時間33分、はい、でもう1本がゲラトルーズ、これが1964年デンマークモノクロヨーロピアンビスタ1時間56分で、これは確か彼の一作の一つ前の作品だったと思うんですけど、僕も昔大学生の時だったと思うんですけど、奇跡っていう映画をね、うん、岩波ホールで初公開して、うん、痛く感動しましてですね、すごい監督がいたなということで、はい、それから確か大学時代多分アテネグランセだったと思うんだけど、うん、サバカルール・ジャンヌっていうね、うん、この間ジャンヌをやったばっかりですけど、まあ、ちょうどねやったばっかりでね、うん、またまあ、ジャンヌ・ダルクを描いたド、はい、ドレイエルの、まあ、傑作がありまして、まあ、その2本はかつて見たんですけど、はい、今回その怒りの日ゲアドルーズが初公開ということで、うん、一応新作扱いで、まあ、どっちかね1本でも2本でもいいと思う、うん、ただこれもユーロスペースでしか見られない、ね、見られないんですよ、うん、ユーロスペースのイメージホラー。あ、サバカルル・ジャンヌは無声映画でした、うん、無声だったと思いますですよね、うん、これは他の作品は無声ではないんですかね。怒りの日は古いからもしかしたら無声かもしれない。で残り今回公開されるものはギャートルズと奇跡は無声ではない、無声ではない、はい、でこれはごめんなさい、ユーロスペースさんじゃなくてイメージフォーラムさんですね、はい、で僕的にやっぱり一番見やすいのは怒りの日。なるほど。ということですね、僕的には。ギャトルーズは6時半、はい、6時40分1回なんですよ、はい、で週が変わっていくと上位時間が変わっていくスタイルなんで、はい、まあこういうのもあるなと、はい、から三角1本目はただ悪より救いたまえ、はい、これは2020年の韓国映画で、
まあ一つあれなのは、これクロックワークスで佐藤さんがいる当時おやりになったナ・ホンジン監督とね、はい、一緒に組んでチェイサーとか悲しき獣、はい、で共同脚本を、したフォン・ウォンチャン監督の第2作ということで、はい、まあ、主演はファン・ジョンミンとイ・ジョンジェスさんなんですけど、はい、まあこれ東京もなんか出てくるみたいで、はい、白龍さんとか豊原康介さんの共演ということで、はい、どんな風にちょっと映ってるのか見たいのと、まあ、新しき世界のコンビってことなんですか。ああそうですね、はい、新しき世界以来何年ぶりとかいう共演だったと思うんですか、はいはい、新しき世界はちょっと私なかなか興味深く面白く拝見しました、うん、まあ、チェイサーはねすごい衝撃的な、チェイサーは素晴らしい作品、当時だからクロックワークスで配給して、はい、アスミックエスでビデオだったんですね、一緒にやらせていただきました、一緒にやらせていただきました、はい、まあいうことで、はい、まあもちろん共同脚本だから、はい、このホン・ウォンチャンさんがどのぐらいの脚本力があったのかちょっと分かんないんですけど、うんうんうん、まあちょっと見てみたいなということで、はい、今回は確か脚本は単独だったと思うんですけどね、はい、監督脚本作品、はい、ただ悪より救いたい、二つ目の丸、あ、じゃあ三角はボイスオブラブ、はい、でこれは監督脚本主演がバレリー・ルメル氏っていう、まあ、注目されてる俳優兼監督の女性ですね、はい、でセリーヌ・ディオンの半生を、はい、フィーチャーして描くということで、フランス・カナダの合作で配給がセテラ・インターナショナルということでね、はい、これはちょっと見てみたいなということで、はい、まあ、他にもいくつかね、あの注目する作品はあるんですけど、まあ、とりあえず僕は今週こんな感じでしょうか、はいはい、あの私もう一本、あの香港映画、あのあれが出てるわけね、ドニー・エンが出てる、ね、そうそうそう、ドニー・エンのやつが、うん、確か、監督が遺作だよね、うん、なんだっけ、あ、ベニーちゃん、レイジングファイヤー、あ、レイジングファイヤー、そうそう、それベニーちゃんのね、遺作なんだよね、これ、うん、まあ、でもいつものまあ、割とノーマルなオーソドックスな香港のドメスティックなアクション映画、まあ、ただドニーエンだから多分アクションは面白いんだと思うんですけどね、確かあとあれだよね、谷垣さんがコーディネートかなんかやってるよね、これ担当してる、そうですね、スタントコーディネート、スタントコーディネートか、うん、をやってたね、確かね、じゃあ決めていきましょう、あ、その前にごめんなさい、呪術廻戦も、あ、また僕は興味がないもんだから、うん、呪術廻戦多分まあ一番でかいのこれ、まあ、当然ですね、あのもうスケジュール、タイムスケジュール見ると、うん、もう何十回回しな感じですよ、そうですね、うん、また例によって時刻表な、はい、電車の時刻表な、下手するとローカルの電車なんかよりもずっと走ってる感じですよね、走ってます、走ってます、うん、もうローカル、ローカルの電車より全然走ってます、呪術廻戦にしましょうってなったらどうなりますか、まあこれパスだな、もうこの間も懲りたし、懲り、それなんで、え、あのなんだっけあれで、あの番ですか、うん、あなたの番です、でも呪術廻戦の方がちゃんとしてるんじゃない、いやだけどそうじゃなくてやっぱ見たいものがいっぱいあるのに、なんかシネマサロンのためにその2時間を割くのは今の僕にとってやっぱりちょっと、カール・テオドア・ドライヤーを見たいってことですね、そうです、単にりました、そういうことです、はいはい、うん、じゃあ、決めていきたいんですが、はい、まあキングスマンまずファーストチョイスかな、はい、はいはいはい、まあ呪術廻戦やってもいいんだけどね、うん、まあ、シネマサロンをやってる以上は、はい、やっぱあなたの番ですとか呪術廻戦を見なきゃいけないんでしょうね、見なきゃいけないってことはないんですけど、まあ皆さんがね、でもリクエストもないですかね、呪術廻戦ね、っていうか、あの多分竹内さんは選ばないだろうってみんなが思ってんだと思う、そんなことなんですよ、呪術廻戦論評してほしいってことあれば、いや、ないと思いますみんな多分あなたの番で懲りたと思います、いや、そうですかね、うん、はい、で、次これ私もちょっとやっぱ見たい、ただ悪より救いたまえ、悪より救いた、ファンジョン、え、 T さんはどうなの、今週は何を見たい、私このただ悪より救いたまえがあった、意外とあるねなんかそういうのばっかりね、いつもね聞くとどっちかってあのやるガーリーな女性っぽいやつ選ばなくて、そうなんですよ、なんか男性的なやつの方が好きなんだねうん、しかもイカゲームの主演の方が出てるんで、そ う, そ, う そ, う、そうだよね、イカゲーム、あー、もう今そうなっちゃうんだね、うんうん、なるほどね、でやっぱりどっちだっけ、イカゲームは、イ・ジョンジュか、うん、イカゲームの方が有名なんだよね、もう彼はね、今やね、
イカゲームはね、今年のゴールデングローブ賞のテレビ部門にね、ノミネートされてるし、なんかちょっとそれはね、じくじたる思いはありますね。なんでじくじたる思いはあるの？なんか日本でも作れるんじゃないのって。いや、そんなの作れるに決まってんじゃん。そうでしょ。いや、そういうことじゃないの。今世界が狭くて、韓国映画だろうが日本映画だろうが、韓国のテレビだろうが日本のテレビだろうが、もう今や国籍は関係ない。じゃあ今カイジをやったらああいう風になってたかもしれない。なんないでしょうね。なんでやっぱ面白くないんじゃない。もう一つか、うん、多分だからワールドワイドにあの訴求できる、その何、面白さと、なるほど、ちょっと違うんだよ。あの多分イカゲームはそれはカイジとかいろんな映画をね、またいろいろ参考にはしてると思うんですよ。でもこんなこと言ったら映画って全部一番古いものをみんな参考にしながら作ってるわけじゃない、うん、でいて、それでやっぱり世界的に面白いと思うかどうかはやっぱりそんなに映画の持っている、まあ、リズムだとかね、いろんなものによって変わると思うんですよ。なるほど。例えばだってさ、今やそのドライブ・マイ・カーがニューヨーク映画評価協会賞の作品賞を取る時代だよ。ちょっと偶然と想像まで取っといていいですか？ああ、はいはい、わかりました。いやいや、それを言いたいんじゃなくて、わかります、要はもうね、まあそうですね、まあなんか日本映画っていうとけなす人もいますけど、うん、もう今国籍はあんまり関係ないよね。特にそのネットフリックスとかアマゾンとか、まあいろんな配信とかで見られて、例えばね、はい、この間も話したけど、これ山田孝之のね、はい、なんだっけあれ、全裸監督、全裸監督とかも世界中で見られてるわけだし、うん、もう別にあんまりその国籍は関係なくて、どんどんそうなりますよね。しかもさ、その日本の監督だって、うん、日本映画を見てその何影響を受けてる人よりも、うん、やっぱ外国映画を見て影響を受けて育ってる世代も多いわけだしね。おっしゃる通り、うん、だからもう別に一概、逆に韓国映画の人はむしろ日本映画見て参考になってるっていう人もいるわけだし、してるでしょうね、うん、まああとライアーゲームとかもね、面白かったですからね、うん、全然別にそれはさ、なんていうのかな、今あんまりもう国籍にこだわる必要ないと思うんだよね。こうやってほら、ただ悪より救いたまえだってね、東京が舞台になったりしてるわけだし、うん、で、じゃあもう1本、あ、3本目はやっぱりエッシャー通りの赤いポスト、エッシャー通りの赤いポストでしょうね、そのシオンさん、まあ、ちょっとね、前回取り上げさせていただいた、プリズナーズ・ゴーストランド、プリズナーズ・ゴーストランド、よりはこっちの方がそのサウンドらしくて面白そうな気はちょっとします。あれとやっぱり本人も原点だって言ってるみたいだしね、うん、まあそのシオン、そうね、1990年前後か、うん、映画監督になり始めたのはね、うん、で、竹内さん、カール・テオドア・ドライヤーはどっちがおすすめですか？まあその見やすいって意味で言うと、はい、あ、でもな、なんか最近のやつの方がいいだろうな。作品、あ、そうか、ウィアート・トルーズの方が制作年度としては新しいですね、うん、そうですね、64年。じゃあだけど見やすいのは怒りの日なんだよね、2時10分だから。いや、時間よりもやっぱり内容でやってみましょうよ。内容はどっちがいいか分かんないじゃん。分かんないじゃん、うん、そんなこと言ったらやっぱり監督のレトロスペクティブだから、うん、初期のやつから言ってった方がいいんだろうね、うん、なんだか悔しそうな顔するの。まあ本当言うとね、あの蓮見茂彦大先生もですね、まず奇跡っておっしゃってるから、うん、本当は奇跡なんだろうけど、奇跡はもう公開しちゃったからね、70何年これ。竹内さんご覧になってるんですか？もうだからさっき言ったやん。あ、失礼しました、聞いてなかった。聞いてないね、人の話、うん、これだから候補にならないと思っちゃったから旧作でね、うん、うん、奇跡はね、素晴らしい映画だったんです。素晴らしい。もう当時まだ今ほど擦れてなかった頃に見たので、うん、じゃあすごく感動しました。これ言及するとなったら、うん、特に再建しなくても言及できるってことですか？いやー、でもそんなに詳しくは覚えてないですよね。じゃあなんかやっぱりあのドストエフスキーの白痴に通ずるものがあるなと思って見てたんですけど、うん、なるほど。いや、面白かった奇跡はね。実は今週結構忙しいんだよ、ね、やめるんじゃん。いやいや、とりあえず3本にしとく。いやいやいや、でもあとね、うん、先週の積み残しもあって、はい、だからやっぱりそんなんだっけ、私は一体何と戦ってるのかとか、はいはい、ベルーシとか偽りのないハッピーエンドを選ぶって手もあると思うんですよ。偽りのないハッピーエンドはちょっと気になる。ただ偽りのないハッピーエンドはもう今週かなり上映回数が少なくなっていて、とても見にくくなってますね、うん、うん、私は一体何と戦ってるのかはテアトル新宿で4回回ってるからまだ見やすいんだけど、うん、なるほど。偽りのないハッピーエンドはアップリンクで夜8時1回とヒューマントラストシネマの夕方くらいだったかな。
っと夜空に星のあるようにがポロポロっとコメントをいただいてます。夜空に星のあるようには武蔵野館でまだ2回もある、すいません、俺セリーヌ・ディオンに全く興味がないんで、わかるよ、見たいとはあんまり思わないんですよ、ね、わかるよ、すごくよくわかります、うんうん、それは呪術廻戦に僕は興味がないとどう違うんだって話もあるよね。そうそうそう、一緒一緒、まあ一緒ではないけど、まあ似たようなもんですね、うん、じゃあ私は一体何と戦ってるのかしようか。竹内さんがそれでやろうっておっしゃるんだったら、じゃあそうしよう、はい、ちょっと待って、今週はあ、まあ洋画2本、まあ洋画というか洋画1本、韓国映画1本、日本映画2本だろうね、はい、そうですね、はい、それでもいいかも、はい、うん、それとそのカール・テオドア・ドライヤーどれか1本決めてください。じゃあ2時10分の怒りの日にしようか。はい、わかりました、見やすいから。はい、まあ警察は、ね、呪術廻戦もやる。それ竹内さん次第。まあじゃあ一応見る努力をしてみようかな。はい、だからかまあほら上映回数にはね全く困らないわけですから、うん、5本見終わった後に何か余裕がありそうだったら。今週はほら1日収録早いじゃないですか。そうなんですよ。でしかも私そのうち2日ちょっとイベントがあって。そうか、なかなか。なんでいつもより消極的だったんだね。なんかいつもはなんかもうボン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 吠やしてくるし、なんか自分の都合の時だけなんかやっぱり消極的なんだから、もうひどいよね。いやだから責められたら受けようと思ってたんですけど。分かってるよ。だってもう言い訳がましい顔してるよ。本当自ら責める。僕がほら植木屋さん入ってるっつっても全然ほらお構いなしだけどさ、はいはい、植木屋さん入ってても別にいいじゃん。だって土地なきゃいけないじゃん。だって家留守にするわけにはいかないでしょ。留守にしても良くないですか。だって植木屋さん入ってるってことは入り口とか全部開けっぱなしだから、ね。私はほら田舎の出身なんで、うん、そういうのに一切抵抗がないです。性善説で生きてるんで。いや、ね、田舎に住んでると、はい、いきなりやってくんじゃん、お客さんが来ますよ。それで普段は、あ、じゃあいないの、じゃあ、いやいや、はい、普段はいかん置いとくわ。いやいやいや、そうはいかない。インターホン鳴らしてくれるのに植木屋さんが入り口開いてるとみんなボンボン入ってくんだよね、うん、まあどうでもいいんだけどさ、はい、そんなことじゃあおさらいです、はい。今週のシネマサの収録作品は、キングスマンファーストエージェントと、ただ悪より救いたまえ、それからエッシャー通りの赤いポストで、怒りの日、これレトロスペクティブの、カール・テオドア・ドライヤー監督作ですね。それから、先週からの繰り越しってことで私は一体何と戦っているのかについて、うん、6本になっちゃった、はい。6本になる。呪術廻戦も見んでしょ。だって呪術廻戦はほらまだ宿題ですよ。宿題な、うん、じゃあ5本プラス1本。なんか俺を責めようとしてる。いやいや嬉しくてしょうがない。いやいや、そんなことないですよ、はい。しかもあれだもんね、あの東京でしかやってない映画が多いから。はい、そうなんです。大変だよね、はい、うん。だから呪術廻戦はちょっとあの保留。でも呪術廻戦だったら夜中見てもいいじゃん。全然ね、うん、まあ、せめてぐいぐいぐい。もうね、まあ、変な話、一番近い劇場さんでも多分7、8回しかも夜中までやってんじゃないの、土曜日とか。俺ね、夜中はね、ちょっと眠くなっちゃうんで、うん、朝やってほしいんですよね、7時とか、6時とか。でも呪術廻戦だってやってんじゃないの。いや6時はやってないと思うけど、8時はやってんじゃないの。6時とか7時やってくれるとすごい、朝得意なんです。そんな早く起きんの、うん、すごいね、はいはい。ということで今週末、公開作品について語りながらシネマサロンの収録作品を決めていました。東洋の魔女を見てほしいっていうのもあったけど、あ、もうねユーロスペースで夕方1回しか回ってないんだよ ね、 あ、そうですね。ちょっとね、見張っちゃったかな。ちょっと遅れてしまいました。だけどこの間また、はい、ジャンヌだったかなんか見に行った時に予告編見たらやっぱ結構見たいよね。面白そうだった、すごく、はい。しかもこれさ、外国の監督が撮ってんだよ、知ってた。それは知らなかった。だからさ、そこが甘いんだよ。そっか、だから見たいんじゃん。失礼しました。だから今年オノダとかあったように、はいはいはい、外国のフランスの監督がその日本の東洋の魔女に興味を持って撮ってる映画なんで、うん、なそれがやっぱり、そう言われてみるとすごい俄然見たくなります、ね、なんだそれ。年末年始もやってたら検討しましょうか。ユーロのもし時間が変わって、そうですね、うん、次の週、うん、もし昼とか夜とかで逆に見られるんだったらね、はい、見てもいいかもしれない。見たかった。ちょっと面白そう。はい、うん、ということで、本日は今週末公開作品について、語ってまいりました、はい。よろしければチャンネル登録、いいねボタン押していただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。
ー。